んにちは。こんにちは。お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。今この出てる画面を、はい、ビデオで撮ってますんで、後でその売上増えました、増えましたっていうか、サマドル超えましたの、モニターに使わせてもらおうと思いまして。あ、そうなんですか。はい。で、最初、その売上の推移とかをちょっとお聞きして、で、後からちょっと売上の構成見せてもらって、その商品どうするかとか、そんな話ができればと思うんですけど。はい、はい、今3万ドル突破ということで、ご報告いただきまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。これちょうど入会していただいて1年半と6日間なんですけど、はい、1万ドル超えたのっていつ頃だったかって覚えてますか？1万ドルは9月ぐらいに超えて、そこから減ってまた増えてった感じですかね。あはは。じゃあ1年弱、11月に入っていただいてるんで、11月末に入っていただいてるんで、10ヶ月で1万ドル超えて、で減ってまた盛り返して3万ドルと。ってことは、そうですね。9月で減ってってことは、年末はあんまり上がんなかったんですか？そうですね。輸送がうまくいかなくて、あ、なるほど。だいぶ高くなっちゃったんで。はいはい。で、じゃあ、1万ドル再び超えたのっていうのはいつ頃なんですか？ 9 月に一旦超えて減って。で、また、どうですかね。12月、1月ぐらいですかね。12月に納品ができるようになって、1月ぐらいですか。はい、1月に超えて、で、今5月ですから、じゃあ1万ドルから2万ドルっていうのは割と早かった。まあ、本業の方が休みだったんで、はい。まあ、やることがないのもありまして。なるほど。集中できました。そうですね。まあ、本業の方がそうですよね。自粛要請、飲食関係なんで自粛要請ってことですよね。はい。はい。今、どうなんですか？やっぱり東京は一部を除き、お酒出すのとんでもないし、逆にお酒中心のお店はもう休んでるって感じなんですけど、同じような、名古屋も同じような。一緒ですね。はい。もうお酒は出しちゃいけない感じですね。お酒ですもんね。お酒ですもんね。はい、お酒出せないと商売にならないですよね、全くね。従業員に、まあ前早い時間もずっと従業員に任せてるんですけど、はい、遠い時間も営業できないんで、はい、もう店には、まあ店にはまあね、掃除とかには行ってますけど、はい、まあ今年になってから2回か3回ぐらいしか、まあ、営業で店には立ってないですね。なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、不幸中幸いというか、あれですよね、たまたま、まあ、この去年の、一昨年の年末、11月に始めていただいて、まあ、その時はまさかね、こういう状態になるっていうのは全く予想してなかったと思うんですけど、まあ、時間が取れて、売上利益取れるのが、まあ、たまたま手つけてたから、今、その収入があるって感じで、まあ、タイミング的にはやっといてよかったなって感じですよね。そうですね、はい、本当タイミングが良かったなと思いますね。はい、分かりました。そんな感じで、まあ、3万ドル突破おめでとうございます。あとはちょっと売上の構成と、またお聞きして、